クレヨンしんちゃん、オラと博士の夏休みを終わらない7日間の旅は、ネオスより2021年7月15日に発売されたニンテンドースイッチ用ソフト。クレヨンしんちゃんのゲームソフトとしては、初のニンテンドースイッチ用向け完全新作タイトルとなる。ネオスの家庭用ゲーム参入第1弾ソフト。クレヨンしんちゃん最強家族、カスカベキング以来となる、3D グラフィックとなる。 開発は僕の夏休みを手掛けたミレニアムキッチンで動作のように自由に夏休みを過ごすゲームをクレヨンしんちゃんの世界観で遊ぶ内容となっており恐竜などの非日常要素も含まれているゲーム中の行動は基本的に何をしても自由となっており虫取りや釣り野菜を育てたり街の人々のお使いをこなすといった達成要素が多数用意されている ついたちは昼間と夜に分かれており、昼は一定時間が経過すると白が迎えに来て、晩ご飯と風呂となり、夜の行動となる。本作のついたちの流れも、僕夏シリーズと同様に、夜に絵日記を書いて寝るとセーブできて、翌日に移行し、朝の体操の後、家族で一緒に朝ごはんを食べる時間が始まり、その日ついたちのヒントも提示される。これを繰り返して、 展開を進めていく。広志の出張に伴い、野原一家は、ミサイの実家である、熊本県阿蘇の隣にある、麻生の町に住むミサイの幼馴染の家に泊まることになった。熊本駅に到着した一家は、怪しい男から撮影したものが、絵になるというカメラのモニターをしてもらえないかと声をかけられて承諾する。その後、一家は、火の山家で夏休みを過ごしていたところ、 ある夜、カメラをくれた男が巨大な恐竜を連れて現れる。新之助は、その男、悪の博士が、研究所で恐竜を呼び出す現場を目撃したことで、悪の博士に、夏休みの一週間に閉じ込められ、終わらない7日間の旅を過ごすことになる。企画自体は2018年から始まっており、幼児向けアプリ、クレヨンしんちゃんお手伝い大作戦を手掛けたね、オスが、 コンソール市場に進出し、人気キャラクターが活躍するゲームの企画を進めていたところ、ミレニアムキッチンが手掛けた怪獣が出る金曜日に着目した。日常と非日常が入り混じる世界観とクレヨンしんちゃんの相性の良さから、2019年にメモリアルキッチンに企画が持ち込まれた。同社の代表であるアヤベはも承諾し、開発が進められた。 綾部は引き受けた理由として、自身がもともと、クレヨンしんちゃんが好きであったことに加え、クレヨンしんちゃんと夏休みゲームの組み合わせに強い興味を抱いていたこと、さらに同作の世界観が SF やファンタジーなどと相性が良かったことを挙げている。企画書の段階では、本作に、オラの夏休みという課題が付けられていたが、綾部自身は、僕夏そのものが自分たちの作品であるため、 あたかもシリーズの一部として取られては困るとファミツーのインタビューの中で話しており、当初は夏休みという単語さえ使うことにも抵抗があったとも述べている。そこで別作品であることをアピールするために現在のタイトルに変更したが、タイトル公開早々ファンからオラ夏という故障が広まった。あやべはこの出来事からファンの期待がそこにあると実感したとインタビューの中で、 振り返っており、今は、オラナツと呼ばれる分には、問題ないと話している。本作には、怪獣が出る金曜日の制作メンバーに加え、二馬車をはじめとする、クレシンに携わる、企業軍が、ゲームの世界観やシナリオ、さらには、キャラクターのセッティングに至るまで監修に参加している。あやによると、本作が、クレジンのゲームとしては大規模なものだったらしいと、されている。 特にテレビアニメ版の制作会社である新鋭動画はキャラクター造形ーに関する助言を提供している。怪獣が出る金曜日までは綾部がスクリプトまでを手掛けていたのに対し、本作の開発期間中は新型コロナウイルスの流行によって全員が在宅勤務となったため、脚本や音響周りは綾部自身が直接ディレクションし、 UI やイベントの構成などはディレクションを任せた後にチェックするという方式が取られた。この方法について、あやべは、でも、今回の方法だとバージョンが上がってくるまでよくわからない。意外性が出ていいなと思うところもあれば、さすがにこれはまずいぞなんてこともありました。今までと違うやり方で作ったがゆえに担当者個人のこだわりや力が結果に反映されているかもしれません。 と、イグノとのインタビューの中で振り返っている。本作は小学校低学年から、僕夏を遊んだことのある大人まで遊べるよう、時間の許す限り行動できるよう、自由度の高い作品として設計された。通順今日はゲームに登場する、ツンツン橋のモデルとなっているほか、朝の体操の場面の元になっている。ネオス側は、最初から、従来の、 僕夏のような作品で作ってほしいと考えていたのに、対し、綾部本人は、僕夏の2番戦時にお避けたいという考えから、非日常の要素を入れるなどの差別化を模索しており、その中には、野原一家が、スペースコロニーで夏休みを過ごすという案もあった。その後、綾部はミサイが、熊本出身である点に着目する。ただし、ミサイの実家は、原作でもたびたび登場しており、 非日常の幅を広げられないことから、最終的には、ミサイの幼馴染が住む別の街という舞台設定が出来上がった。アヤベは2019年の秋に1週間のロケーションハンティングを行っており、そのいくつかは本作の舞台のモデルとなっている。また、非日常の要素として恐竜が設定の中に取り入れられた。アヤベはファミーとのインタビューの中で、 これまで手掛けたタイトルは、ストーリー上の必然性だったり、ゲームの中の遊びを成立させるために、キャラや色々な設定を一から作っていましたが、本作は、クレヨンしんちゃんという原作があるので、そういう部分の自由度はあまりないんです。と話しており、最初に苦労した部分の一つとして挙げている。例えば、主人公であるしんのすけは5歳という年齢ゆえ、 本来であれば単独で川に行くべきではないが、大人がそのままついていくのでは、ゲームとして面白くないという判断から、本作ではある大人の登場人物が、物陰から見守っているという設定が用意された。その設定を反映させるために、画面内に竹筒を登場させるなどの演出が取られている。また、原作の新之助は生物を捕まえることはあっても、飼育には興味がないため、 撮った写真が絵として出てくるカメラというアイテムを登場させ、絵日記の準備のためにカメラで撮影して逃がすという流れが作られた。これとは別にお店の人の依頼で特定の魚を釣るというクエストも用意された。加えて僕夏における主人公の僕はプレイヤーの分身という位置づけだったのに対し本作における新之助はプレイヤーの分身ではないため、綾部は 第三者による視点が必要だと考えた。そこで、綾部は、母親や教師が子供に読み聞かせるようなイメージで、女性のナレーションを用意した。ゲームオリジナルキャラクターは開発チームによるラフ画をもとに、新映動画がデザインを作成した。このうち、悪の博士のデザインは、プロデューサーの長島明が担当した。本作は、夏休みの楽しさと、 クレヨン・しんちゃんらしさが用となるため、グラフィックの制作にあたっては違和感を出さないようにするという方針が立てられた。ゲーム中の 3D モデルはスターファクトリーが担当した。クレヨン・しんちゃんのキャラクターはデフォルメされた 2D のキャラクターであることから、通常の 3D モデルではなく、キャラクターの角度によって異なるモデルに差し替えるという手法が取られた。綾部は、 原作の子供キャラクターの等身が1.5等身から2等身と僕夏よりも低いためレイアウトを取るのに苦労したもののやりがいがあったとイグノとのインタビューの中で振り返っている。また、高フレームレートでは新之助らしさが失われたためリミテッドアニメーションの手法を用いてあえてフレームレートを落とすなど多数の試行錯誤が行われた。なお、シェーダーは プトゥーンシェーダーが採用された。一方、背景は 3D で作成した後にカメラのレイアウトを指定した上で 2D に描きを起こしたものが用いられた。画面やカメラのレイアウトは、僕夏や怪獣が出る金曜日と同様に、綾部自身が担当しており、その理由として制作規模の関係もありますが、一画面の中にどのような要素を盛り込むかという設計も同時に、 考える必要があるので、プランニングやゲームデザイン的なことが分かっていないとできないんです。と説明している。当初、背景はテレビアニメ版のように単純なものにすると想定されて、いたが、アートチームコンボイが提出した背景が、あやべの予想以上にリアルだったことに加え、スタンファクトリーにエフェクトを得意とするものがいたことから、このような形に変更された。また、 新之助の背丈に合わせるためカメラアングルは僕夏よりも低く設定された。本作の音楽はノイジークロークが担当した。あやべは同社が過去に参加した怪獣が出る金曜日の環境音や効果音が素晴らしかったことを理由として挙げている。2021年2月18日に配信された任天堂ダイレクトにて発表され同年7月15日に発売された。 正式発売に先駆け、2021年6月26日と6月27日には、ゲーム動画配信者向けの先行発表会も行われた。イグノの渡辺拓也は、本作について3つの観点から10点満点で判定を下している。点数は右表の通り。渡辺は本作の魅力を認めつつも、 企画の規模と実現できたことの差が大きくなってしまったとも感じていると述べている。4gamer.net の玉子は、日本の夏らしさや、クレヨンしんちゃんらしさに加え、家族の温かさが描かれている点を評価している。ファミ通の西川くんは、物足りなさを指摘しつつも、毎日様々なイベントが起きるため、濃密な夏休みの体験ができたと評価している。ありがとうございます。